こんにちは、こんばんは、おはようございます、ジーンです。今回も G ジェネレーションジェネシス早速やっていきましょう。前回からですね、ゼータガンダムの方入っていっておりますね。うん、お父さんとお母さん死んじゃいましたね死んじゃいました、あっけなくね。さあ、ジャブロの大地、いきなり地球に降りるというね、話が結構スピーディーですね。一年戦争以前に地球連邦軍の総司令部が置かれ、軍の中枢を担ってきた、はい、ジャブルね。もうね、今作でもね、このジジネーションジェネシスでも何度となくジャブローにね、進行しようとして失敗してますよね。何度となくというか、1回、基本的にはあれですけどね、一年戦争の時のやつがいろいろな視点で描かれてるから1回なんだけどね、一年戦争の時は。はい、そうですね、連邦が相手ですので攻め込まないといけない側ですね、今度は。英雄号がね、あなたにアーガマのキャプテンをお願いしたい。そうなれば自分は提督のお供ができる。自分に問題はありません。ブライトさん来ましたね、英雄号に加担するというね。シャトル便の船長に合わされたのジャミドクの運動みたいなものさ。そういうことですね。ホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は二隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。マーク2のパイロットを紹介します。カミーユビダンです。2年前に講演会でサインをいただいたことがあります。ブライトさん人気者やからな。そうか。よく助けてくれた。感謝する。感謝します。カミーユ。ほら、ファーユリ。ファー。シャトルなんかに乗っていたなんて。父さんも母さんもティタンズに捕まっちゃったのよ。なんで捕まったんだ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからでしょ。いかつすぎるやろ理由な。家にいなかったから。僕を知っているってだけで、それがティタンズのやり方か。エウーゴの作戦、ティタンズと拮抗する規模にはしたいですね。我々だってティタンズにいつ痛い目に遭うか。そうだよね、まあ、戦力的にはティタンズの方が上だよね。地球に住まわされています。ということはティタンズの人質みたいなものです。ジャブローにはティタンズ創始者ジャミト・カイマンがいると言います。はい、それで地球連邦軍の中央管制センターのジャブローに乗り込むというわけですか。最小限度の艦隊編成は駆使、補給も続ける手配をしているところだ。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライト・ノアだと。了解です。ブライトさん重要な役目ですね。宇宙世紀 0087 5月11日ホワイトベースの元艦長ブライト・ノアをアーガマの新たな艦長に迎えた。戦力をより強固なものとした英雄軍、ついに最大の降下作戦を開始する。まあね、ブライトさんの能力は確かなものですよね、やっぱね。ダンの強襲に多くの命が大気圏の塵と消え、さらに無事に降下を果たした者たちには、そうですね、これティターンズにね、この降下の時に強襲受けるんですよね。果たして戦士たちはこの地に戦いの終結を見出せるのであろうか。どうでしょうね、まあ無理なんですけどね、ここで終結はしないですけどね。ジャブローの大地、まあ、クワトロ隊がシャアですから、それを考えるとジャブローへの2度目ですね。どうしてわかる、クーデターかもしれないぜ。時間が合うのよ。私が捕まったばかりに連絡さえ取れていれば無駄な攻撃などさせなかったのに。逃げ出せるチャンスが来たと考えな。方法なんかあるわけないでしょ、一緒に爆撃されるだけよ。
ここは立派な地下要塞なんだぜ。そう簡単に崩れることがあるものか。この時開始では確かジャーナリストになってるかなんかですね。確かジャーナリストだったと思うけど。さあまた統治か。今度は川を挟んで統治かですね。さあ100シティ無事に降下できたな。はい、しかし反撃が遅すぎます。ようですね。統治か厄介。おっとビクトレーん出てきたか。しかしジャブローの抵抗はこんなものではないはずだ。これではまるで巻き屋ではないか。タイ、おかしいですね。敵の数が少なすぎます。そうだな、ティターンズはここを引き払ったんじゃないですか。はめられたか。よし、アポリとロベルトは先行して内部を探ってくれ。私もカミーユと交流をすぐに向かう。了解です、タイ。カミーユ、無事に降下してくれるといいな。降下はしっかりするはずですよ。さあ、まさかの反対側。ここがジャブロ。地球の重力ってすごいな。カミーユ、聞こえるか。クワトロタイ、はい、聞こえます。ジャブローの様子がおかしい。侵入しているはずのレコア少尉から連絡がないのも気になる。捕まってるからな。地下基地へ続くハッチを目指す。そこで合流だ。さあ目指しましょう。アポリとロベルトを内部へ先行させている。急ぐぞ。了解。んっと、マラサイか。来たな、出戻りのジェリドメ。なんでガンダムは元気なんだよ。ジブさん、俺がこの手で葬ってやる。必ずな。さあプレッシャー。ジェリドか。どこまでも邪魔をする。やらせはしないぞ。さあ邪魔はさせない。おっと、自軍出撃。いきなりか。そんな感じか。しかし神井を守る術はなし。カミーを守る術がないんぜ、これ。いきなり出ていいのか。ありがたいけど。カミーはジェリドを撃破後に目標エリアに到達できるか。うん、なるほどね。目標エリアに到達すればいいんだね。大丈夫ですよ、任せなさい。とりあえずこの川は戦艦で渡るとしようかな。100式水の中に入れようか。おっと、横から出てくるか。そう、なんてことだ。迂闊だったか。しまった。脇のやつらの相手をさせてもらうならばだ。落とさせてもらうぜ。その程度、セイバーフィッシュごとき。まだそんな一年戦争の時の機体を引きずっているとは。落とさせてもらう。さあこれカミーユの方に行こうかな。カミーユの方に行かせてもらいましょう。さあキナフセイバーフィッシュ、これでよし、届くんじゃないか。次のターンいけるぞ。ファンネル、いいぞ。素晴らしい、素晴らしい機動力を誇っている。さすがだ。おっと、まだ出てくるか。まだ出てくるのか、これ。フライトタイプ。なんと、まあ、面倒な敵に遭遇したもんだ、これ。フライトタイプはちょっと、あれだね。無視していこうかな。うん、フライトタイプはほっといても大丈夫そうですね。さあ、ゴートローガン行こう。行くんだ、ゴートローガン。セガーファンネル、オッケー。さあセイバーフィッシュはもらっていくよ。この辺かな。いけるね、いける口だね。さあ倒していこう。よしよし、撃破だ、素晴らしい。さあこの調子でカミーユを前に出そうかね。マラサイを撃破すればいいんだね。避けて行くよ。そんなものクワトロタイに当たるわけないだろう。当たらないのだよ、そんなもの。ビームライフルか。やらせはせんよ。おっと、ビームコーティング。さすが。
さ、そんなの当たるかよ。トーチカの攻撃など当たるわけがなかろう。当たらないよそんなもの。そんな攻撃が当たるほどうちのマスターユニットたちはね、未熟じゃないんだよ。さあ避けな、神ナイス、避けていく。さあそこグフグライトタイプ出てくるけど無視しようかな。そこは別に OKOK、 避けていく。素晴らしい。さあセイバーフィッシュ来る。セイバーフィッシュの相手をするために出てきたのだ。キーナいいぞ。さあこっちに、おっと一匹だけ向こうに行ったか。一匹だけ向こうに行きましたね。さあ避けて行きますよ。あれ当たった当たりやがったな今。さあ来なセイバーフィッシュ。さあ落としていく。素晴らしい。いいよ、どんどん来るのだ。次々来な。さあ正面、正面のトーチか無視していきたい。ハイパーバズーカぶち込め。いけるかこれ。当てろ。貴様はライラを殺したな、ガンダム。あ、え、ちょっと待って、ライラミラライラ死んだっけ。あれ、もうそこまで話飛んだの。ライラミラライラがん、ライラミラライラ死んだっけ。あれ前回生きてなかったか。あれ倒したっけ。いや出てきたのは覚えてるけど死んだっけか全然覚えてねえな。ライラミラライラ死んじゃったんだね。ちょっと残念ながら僕の記憶には残らなかったけど死んでしまったみたいですね。さあちょっとここんー、どうしようかな、これどうするのが正解だ。普通に撃っちゃうのが正解だよな多分。さあビームサーベルバシッと、うん、やっぱり攻撃力が落ちてるね。仕方がないことではあるけれども、さあここメガ流症じゃダメか。メガ流症じゃダメだね。ここヒートブレードならば水関係ないんじゃないか。いけ、そうでもないか、関係あるか。やべ、そ水の中戦いづらいな、全く厄介だ。よし、いいぞ、とりあえず撃破だ。さあここ出しておいて、まああとほっときますか。いやそうも言ってられないか、ほっとくわけにもいかないね。さあ悪いけど正面抜かないといけないねこれね。さあ抜ききれん。あちょっと待って、ここだ。 EMAX で倒せ。いいぞ、よしいいぞ、素晴らしい。さあ正面のトーチか抜きたいね。正面のトーチか抜きたい。ふぅ、これ上がってリボルビングランチャーぶち込む。さあ支援だ、これで落ちただろう。よしよしいいぞ、落とせ落とせ、どんどん落とせ。うん、これも落としちゃおうか、面倒だからね、撃たれても面倒だから落としておきましょうか。さよならだ、いい感じ。さあユニットレベルアップ、よかったね。バンシーノルレベル10ですね。バンシーノルレベル10。さあ次ユニコーンモードのフェネックスを上げていこう。さあリボルビングランチャー、 OKOK、 OK、 OK、倒せるね、余裕ですね。素晴らしい、さすがエース部隊。さあ陸地に上がってもいいけど別に上がる必要性もそんなにないよねこれね。一度戻しますか、一度戻しましょう。さあ上がれるか、よし陸地に到達。オッケー、到達したね。これあ届かないか、
ならばこのまま行こうかね。よし。わあ、ちょっと待って、まだいい、まだやってなかった、まだやり残したことが。行くぞ、フェザーファンネルだ。さあ撃破、いいね、いいよ、素晴らしい働き。さあそしてだ、後ろからセイバーフィッシュに追いついていく。さあ撃破、いいね、いいよ、よし、これでだ、これでここだ、脇につけよう。あ、しまった、あれ落とせばよかったな、ちょっとミスったな今。さあフェザーファンネル使って、いいね、いいよ、素晴らしい展開だこれ。言うことないぜここまで来たら。うん、素晴らしいね、うちのマスターユニット超有能。さあ戦場縦横無尽だ。 OK、 そしてだ、トーチカも落としていく。いいですね、これで邪魔者はいなくなったぜ。さあ超強気、さあこれでパスしていきましょうかね。さあトーチカ打ってくるか、打ち返してやるぜ、打ち返しちゃうぜこれ、いいぞ。さあ避けていけ、ビッグトレごときの攻撃避けていけ。さあ出てくるか、ナイス、出てくるならば打ち返しますよ、出てくるならば打ち返しましょう。これでいけるかな、いってくれ、 OK、 いけるね、よしよし、いいぞ、撃破だ、ジムごとき、どんどん撃破だ、追って打ってこい、どんどん打ってこい、素晴らしい、ウィンチキャノンを打ち返していく。さあさあ撃破、いいよ、バイアランカスタムレベル2、レベルアップしていったね、よしよし、いいぞ。さあもう1体出てくるけれど反撃しようね、しっかり反撃していきましょう。オッケーオッケー、素晴らしい。さあキャラクターレベルアップですね。さあポーチカが打ってくるね、ポーチカ邪魔だな本当に、このなんか本当に厄介ですよねこれ多分、なんていうの、一ターンずつ一匹ずつこうね、シミュレーションだから、シミュレーション RPG だから一匹ずつ打ってきますけど、これリアルタイムで同時に撃たれたら相当厄介だと思いますよね。うん、僕はそう思うね。さて OK、 とりあえずとりあえず上陸できるかな、これ上陸したいね、上陸完了ですねこれで、よしよし、上陸した、上陸したじゃん、いやいや、したしたじゃんって思いっきり盛大に噛んだね今ね。さあ出撃だ、ここ、この位置もらった、もらったぞこれ。さあこっちかな、こうだ、バイアランで、あ、バイアランで落としましょう、このトーチカを。いいぞ、さあまさかのこのタイミングで超強気、早いね、ずいぶん早いこと超強気になったね。よし、戻って戻って、さあ上陸だ、よしいいぞ、上陸した、完璧だこれ、ここいいぞ、リゼル、じゃあデルタプラスと、リゼルこっちですね、リゼルがこちら側、そしてギャープラン、よしいいんじゃないか、でださあ決着つけさせてもらうか、決着つけさせてもらうぜ、勝負だ、回らさい、出戻りのジェリド戻りたまえ、そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおかん。
さマラサイを撃破。しかに先回りする。まだやるってのか。証拠りもなくってやつはね。さあマラサイじゃない、ハイザック落とさせてもらう。いいよ、完璧だよこれ。ボッシュート、フェザーファンネルで落としましょう。完璧。よし、じゃあここだね。ここで待機してピックトレイが落ちるのを待ちましょう。イベントはカミーユはジェリドを撃破。 OK、 カミーユジェリドを撃破しましたね。さあこう打ってくるわけですけども、回避していく。さあこれ打ち返すよ、打ち返していく。トーチか、邪魔なトーチか、落としていこう。当たらないよそんなもの。さあ撃破ですね、これで一体撃破。さあこちらも打ち返しましょうか、打ち返していきましょう。ビームショットライフルの射程圏内ですね。さあ撃破撃破、どんどん撃破だ。さあ、あ、痛い痛い痛い回避で生きるかなと思ったけど甘かったね、さすがにそんなにうまくいかない。さあビームキャノン打ち返そう。いけ、よし、デルタプラスとリゼルのレベル上げのためにいけにえとなってもらおう。つってグフも用意してるなんて、もはやジオンだよねこれね連邦の基地から出てくる機体とは思えないね、グフカスタムとか。グフライトタイプか、グフフライトタイプですね。全く信じられないよ、癒着がひどい、癒着が。さあ倒していく、どんどん来な、みんなまとめてきてもいいよ支援攻撃とかしてもらっても全然構わないです。今待て、トマホーク、リングトマホークですね、リングトマホーク使えそうか。さあクシャトリアを使っていきましょう。いた、そういえばですね、昨日コメントをいただきましてですね、ビームサーベル、あれハイザックが持ってるのビームサーベルじゃなくてヒートホークじゃなかったっけって話をしたんですけど、あれなんかそのハイザックの仕様の問題でビーム兵器を2個同時に持てないらしいんですね。だからビームライフル持ってるときはヒートホーク持ってるし、ザクマシンガン持ってるときはビームサーベル持ってるっていうことらしいですね。はい、という解説をね昨日コメントでいただきました、本当にありがとうございます。さあこれを倒していこうかね、ビームキャノン撃って、どんどん撃って、よしよしいいよ。さあ撃破していく、素晴らしい。 OK、 あとビクトレだけか、残りはビクトレだけ。デルタプラスがレベル4。さあじゃあこれビームキャノン撃とうかね、ビームキャノン打ち込んでいきましょうか。さあこれで落ちたでしょう。そんなところに居座られても困るんですよ、ビックトレイさん、よいてくださいよ。さあ撃沈、さあ開いたね、これで地下へ潜れますね。さあライフリカバーと鉄壁を同時に覚えていく。さあギャプランがレベル8、さあ戻りますか、一回戻りましょう。こちらも戻しておきますか、一回何が起きるか見物ですけれども、どうなっていくんだろうね。戦場が地下に移っていくことは間違いないと思うんですけれども、地上にも部隊が出てきそうな勢いではあるよね。さあヒストリックモーメント発動、どうなる。よし、侵入口は確保できた、急ぐぞ神はい、さあプシュッと、オッケーオッケー、中に入っていく。え、他は置いていきぼりか、
人がいるんだぞじっとしているよりマッサー、大きな声出してもしょうがないよ、人がいるのよレコアさんもやるんだね。ハイザック2機、そしてマラサイ、お前ら何をもたもたやってるんだ、エリア1への増援を急げ、エユーゴが侵入してくるぞ。それがエリア1はすでに完全に制圧されてしまっています。おかしいじゃないか、エリア1が制圧されただと、キターンズの拠点だったこのジャブローをなんでそんなに簡単に明け渡せるんだ。実はジャブローは引っ越し中で、引っ越しだと、なんでだ、命令です、キターンズは宇宙へ上がると。ジャミトフか、ここをスペースノイドに自由にさせてたまるか、地球は俺たちの故郷なんだ、同じ人間だろうに。さあアポリー、本当なのかそりゃ、間違いない、ここの司令官が地下の核爆弾の起動スイッチを入れるのを見たんだ、よくもそんなでっち上げを、南極条約以後は核を使っちゃ いないはずだ、でっち上げでも核爆弾が核爆発が起こるかは後で確認できるんだ、それよりも核爆弾の解除はできないのか、ああ地下深くに埋まってるいるんだぞ、信じるか、出まかせよ、嘘だと分かったら銃殺刑にしてくれてもいいんだ。やばいぜこれ、制約式来た、どうしたアポリ、クワトロ隊大変です、地下に核があり爆発なのでもう時間がないそうですが本当でしょうか、確認するまでもないな、この捕虜の言うことは本当だ、そうでなければこのジャブロの異様さは説明できんからな、なら直ちに撤退命令を出してくれ、地球の汚染も気にせずによく言える、対コンピュータールームから報告です、核があると確認されました、2機の核は地下150メートルにあり間もなく爆発します、解除は不可能です、配線が切られているのだな、まったくジャブローには大型巡洋機アウドオムラがある、それで何人逃げられる、1000人や2000人は乗せられる、ここの情報通りならアウドムラは滑走路で待機中のはずです、滑走路か、その先、ちょっと待て、来るな、ここから上がれってこと、その結構先じゃないか、奥のリフトから地上に出る必要があるな、しかし捕虜も乗せるのですか、当たり前だ、すまない、このことは連邦政府に報告して、人質は利用価値がある、よし、核爆発までに全機アウドムラへ搭乗しろジャブローは放棄する、はい、ん、どうした、待ってください、エコアさんです、呼んでいます、なんだと聞こえませんでしたか、カミーユには聞こえたのか、気配がしたんですよ、レコア少尉の気配でした、レコア少尉が囚われているのか、にわかには信じがたいが、でも確かに感じたんです、間違いありません、そうか、ではカミーユはレコア少尉の救出を行い、私は先にアウドムラへ向かう、核爆発まであと8ターンといったところだ、時間がない、急げカミーユ、さあ救出どこ、ちょっと待て、うん、レコアさん、レコアさんはどこだ、その先ですね、そこか、レコアさん、時間がない、急がないと、やばいね、この切羽詰まってる感じ嫌いなんだよな、さあアンノーンはどこに出て行くんだ、ちょっと待て、裏脇、ジムスナイパーカスタム、裏脇、まさかの後ろに湧いていく、さあここはあまり経験値も稼げなさそうな面でしたね、さあジムスナイパーカスタム、そんなところに出ちゃダメだろ、アウドムラどうする気だ、アウドムラを返してもらうよ、さあ問題は残り8ターンで先に、おっと待て、結構な量じゃないかこれ、さあ百式、OK 行こうか、じゃあやらせてもらう、クレイバーズから、逃げるなら今のうちだぜ、命を無駄にするなよ、そういうことだ、早く逃げないと核爆発に巻き込まれるんだぞ、一体何を考えている、先行し、あ、ちょっと待って、これ危ないな、先行しすぎると危ない、
無駄な抵抗をする。先行しすぎるのは危険と見た。うん、急がないといけないのは急がないといけないけど、あまり前に出すぎるのもまずいぞこれ。さああと8ターン、いいな。ハイパーバズーカ打ち込んでやるよ。ここであったが100年目ってな。黙りな、ジェリード。ダイラの仇を取らせてもらう。そうやすやすとやられるわけにはいかない。そういうことだよ。避けて行く。さあ逃げ切れるか、これ。逃げなきゃ大打物だぜこれ。逃げないわけにはいかないよ。さあ迫ってくるね。地下の核爆発まであと7ターンだ。ガッキー、アウドムラへ登場急げ。待て、なんか出るのか。マジか。ちょっと待って、どういう出方だあれ。どういう出方してんだよ一体。何考えてんだ。アウドムラに敵が迫ってきているってことを表したいんでしょうけれども、わけのわからない湧き方しやがって。さあこっちの部隊だね。こっちの部隊使いましょう。こういう感じだね。さあおそらく狙撃が入ってくるんじゃないかと思うけれども、どうだろうか。こうですね、ここだ。ここよしよし。さあレベル上げの機体だけ出していこうかな。よし、あとはリゼルですね。リゼル出して、あとはバイアランカスタムですね。バイアランカスタムを出して、あと誰かいるか。うん、ギャプランか。うん、ちょっとこういう時にだから使おうか、ユニコーンガンダムね。さああとはどうだ。悪いけどこうしてもらうよ。ハイパーバズーカを目の前の敵に打ちましょうか。これでよし、 OK。 あとはちょっと待って、百式に行ってほしいんだよな、先にな。できればよし、いいぞ。とりあえず一気撃破だ。さあクレイバズーカ、ちょっと今日ね、喉の調子がね悪いね。まあ何を隠そう、これの前にね違う動画を撮ったからね、多分そのせいでね喉を酷使してるんだね今日はね。うん、そんな気がするよ。さあここでだ。さあもう一発クレイバズーカ打ち込んでいく。ああ、避けられる。マジかよ、ザクタンク。ザクタンクごときに避けられるってどういうことだ。しっかりしろ。さあフェーズチェンジ。迫ってくるね、ハイザックかな。ハイザックだね、あれね。ハイザックごとき来られても困るとかね、そんなに。さあここ痛い痛い痛い、危ない危ない、痛いことはなかったね、当たってなかったもんね今。さあさあ反撃しよう、反撃していくよ。痛い。さあクリティカル、ナイスナイスクリティカル。オッケー、いいんじゃないか。さあビームピストル、痛い。インピストル使っていく。OK、ザクタンクはそれほど脅威ではないですね。さあ、ビームピストル。OK、いい感じだ。迫ってくるのちょっと厄介だね。避けて、当てていく。素晴らしい。さあ、来な。避けて行け。ナイス回避だ。痛い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 、もうやめてください。お、 R4 ビームライフル、遠距離ですね結構。地下の核爆発まであと6ターンだ。ハッキー、アウドムラ登場急げ。アウドムラ登場急がせてもらう。さあここ倒して、
いいね、よしよしいいよ。そしてだ、使わせてもらいましょう。そのままね、そのまま使わせてもらう。オッケー、いいよ、素晴らしい。さあクレイバズーカ打ち込めるかこれ。まあいいか、いっとこう。打ち込めたら、あ、ちょっと待って、見なくていいよ別に打ち込めたらバンバンザイ。さあリクリアス、レッドカラーで倒していく。いいよ、さあ進んで進んで、オッケー。さあ一発撃っとくか。キャノン砲で相手になってくれるのか。避けろよ、よし、ナイス、避けていく。違う違う違う、神神神、ジェリードが邪魔なので、とりあえずジェリード落として、とりあえずジェリード落とそう。なぜだ、ここは地球だぞ、ユーゴより俺たちの方が有利なはずだ。そういう問題じゃねえんだよ、有利不利を覆すほどの実力さってことだよ、理解しな。さあこれでとりあえず目標地点に到達。いけるか、頼むぞ。この先、そうね、そこザクタンクがいいのか。さあここか、レコアさん、神湯よ、無事なんですね、レコアさん。神湯よく来てくれた、レコアさんこそよくご無事で。あいつがガンダムのパイロット、若いね。あなたはジャブロの侵入を手伝ってくれたカイ・シデンさん、カイ・シデンさん、レコアさんの協力者のつもりだ。協力？彼はフリーのジャーナリストでここの正当性を探っていたのよ。どうしてここの敵の撤退は早いんですか。ティターンズが宇宙に上がりゃ捨てて当然だろう。そうですか、マーク2に乗ってください、本体と合流します。頼むよ、頼むわよ、カミーユ。ガンダムね。地下の 核爆発まで時間がありません。アウド村に急ぎます。さあ、これでよし。あと6ターン。あと6ターンか。ちょっと待って、これ、登ってからも結構距離あったよな。うわぁ、ちょっと待って、大丈夫か？間に合うのか？果たして、ちょっと怖くなってきたな。果たして間に合うのでしょうか？とりあえず、こいつ撃たせてもらう。さあこれでおしまいだ。いけいけ。さあ裏、ちょっと避けられた。裏の裏から来てるハイザックも相手をしていきたいところがあるところでね。さあ超一撃、よしよしいいぞ。ユニットレベルアップ。さあガンダムバルバトスループスがレベル14。さあ攻撃を上げていこうか。で、サザビーのレベル4ですね。サザビーレベル4。さあ、キャラクターレベルアップ。いいね。いいよ。素晴らしい。連達。みんなレベル上がったんじゃないか、これ。よし、いいぞ。じゃあ、とりあえずこっちだね。こっちの相手をさせてもらいましょうか。バイアラン。よし、デルタプラス。リーゼル。プログラムユニコーン。何かいけるか、よし。いっとくか。いいね。うん。やっぱこのね、アンノーンの機体はね、レベル上げに最適ですね、本当にね。これは、本当にね、皆さんうまい具合に利用されるべきだと思いますよ。いいですね。ユニットレベルアップ。さあ、バイアランカスタムレベル3。もう1レベルぐらい欲しいですね。さあキャラクターレベルアップ、そしてリゼルもレベルアップですね。リゼルがレベル2、レベル2に上がっていく。お、いいね。クシャトリアレベル11、11か。
さあ、ほんでやらせてもらおうか。ファイヤーラン、クローマユニコーンガンダム、もう一個使えるよ。じゃあサザビ行っとくか。サザビ行っときましょう。さあさあ、これで撃破しましたね。完璧だ。さあ、アンノン狩り終わりですね、これで。さあ、キビスを返してハイザックの相手をしに行きましょうか。さあ、フェニックスガンダムレベル30、ついに30まで到達したね。そしてオッケー、いいね。リゼルがレベル3、リゼルレベル3、そしてデルタプラスもレベルが5ですね。レベル5か、デルタプラス。いいね。OK。サザビーもレベル、あ、違う違う。レベルが上がったのは、キャラクターの方でしたね。やっぱ、ユニコーンガンダム全然レベル上がんねえな。きついね、レベル上げが。さあ、戻ってですね。戻りましょう。裏を向いて、あと6ターンですけれども、どうだこれ、大丈夫か本当に大丈夫なのか、不安になってきたな。よし、これでちょっとセーブしとくか。一回、怖いな、ちょっとばかし怖いですねこれね。大丈夫かな、ちょっと結構ギリギリな気がする本当に。もうちょっとゆとりを持たせてほしいよね。まあ、あんまりゆとり持たせると簡単なゲームになっちゃうからしょうがないよね。さあ、パスしていこう。さあ、来るね、来る来る。あと6ターン。さあ、迫り来るが、それ無視ですね。無視しましょう。さあ、目の前に出てくる、これを打ち返しちゃダメなやつ。こっちを打ち返しても、ああ、また見ちゃったよ。別にそんなに興味ないですよ、リックディアスの戦闘に。痛い痛い痛い、もう。さあ、あと5ターン、急げ。ビームピストルでここ撃破しときましょうか。OK。さあ、先陣切って出ようか、外に。リフト。OK。うわ、やべ。あ、いや、いいのか。これ出ていいやつだ。あれ出なかったら困るやつだね。さあ、みんなリフトで上がれるな、このターンで。OK、完璧だ。完璧な移動方法だ、これ。来てるぜ、これ。さあ、登ってゆく。OK、OK。完璧じゃないか。さあ、上がれ。 OK、 いいぞ、素晴らしい、完璧すぎる。さあ、あとはここ抜けていきたい。ハイパーバズーカで落ちてくれ、頼む、落ちろ、いけ、いった、よしよし、来た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 、落ちた。さあ、登れるぜ、リフトだ多分ここ。あ、違う、何してんの、リフト。ここで OK、 出てくるね、出てきて多分大丈夫だ、もう大丈夫だろ、おそらくもう大丈夫。さあ、よし、上陸だ。さあ、ここでフェイズチェンジしましょう。フェイズチェンジしていきましょう。さあ、来るよね、アイザック来るよね。来るのが分かっ、あ、ちょっと待って。うわ、そういうことか。くっそ、アウドムラの方に向かうのか、あれ。なんて奴ら。卑劣な。そういうことか。そっちに向かうのね。はいはいはい、わかりましたよ。そういうことしちゃう。なんてことですか、これは。さあ、とりあえず、プレイバズーカぶち込んでいく。うわ、避けられた、そう、避けられた、くっそー、避けやがったな。
さあ撃破だ、欲しいぞ。とりあえず超強気になっていく。そしてだ、その一歩前で敵さん足止めだ。よし、あと4ターン、あと4ターンあれば大丈夫だろう。4ターンあればなんとかなるって。ハイパーバズーカぶち込んでいけ、当てろ。うわ、避けられた。クールダウンしちまったぜ。勝敗条件のカミーユがレコア救出後全員アウドムラに、うん、全員が乗ったら OK ですね。さあここでちょっとサザビのレベルが上がりそうだぞ。上げていこうか、サザビのレベルを。さあこれでよしと。この位置ですね、この位置。さあどっちの舞台だ。デルタプラスがレベル5になったけど、リゼルか。バイアランカスタムがレベル上がりそうだから、バイアランカスタムしようかな。こっちにしよう。バイアランカスタムを育てていく感じにしましょうかね。よしよしよし、これで行こう。これでよし。あれ待て、うわマジかよ、そういうことしちゃう、それダメなやつそれダメなやつ、待てこら、待ちなさい待ちなさい、何してんの、こら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 、全く読めない。さあ待て待て待て、それもう民間人も乗ってんだぞ、やめろ、なんてことするんだ。さあここ反撃だ、ピングライフル打ち返せ、いいぞ、撃破だ。全く何考えてやがんだ、捕虜も乗ってるんだぞ。さあ登っていきますよね、登っていきますね。あと3ターン、あと3ターンか、次のターンまで待たないといけないな、これもう一ターン待たないといけないですね。ということでこいつらの攻撃が鬱陶しいので撃破しに行きましょう。ラスト、うわ撃破しきれなかったか、そうなんてこった。ハイパーバズーカを打ち込んで行け、よし当てていく。さあもうカミユ乗っても、乗りますか、カミユ乗りましょう。間に合った、よし、あとはもう一旦待てば大丈夫ですね。待つっていうか多分そのまま普通にスインチキャノン届いてくれ、頼む、届く、ナイスインチキャノン、素晴らしい。ちょっと待って、これってことはだ、この辺、ここは届くか、ここも届く、インチキャノンすげえ超射程、素晴らしい射程だ。落としていく、なんて射程だ、すごいぞインチキャノン。さあどうだ、レベル上がるかな、ギリ上がるか上がらないかぐらいの微妙なとこだな、あれ。さあウィンチキャノンぶち込め、 OK ナイス。さあユニットレベルアップですね、いいね、バイアランがレベル4、よしよし。さあじゃあサザビ使わせてもらう、これ届くのか、ファンネル、ハイパーメガバズーカランチャーいけるけどちょっときついかな。あ、レベルアップしたね、オッケーオッケー、ナイス、レベルアップしたね。さあこれでよしと。さあ誰を使いましょうかね、クシャトリア使おうかな、クシャトリアで落とせるかな、ファンネルで落としてくれるとありがたい、いけるか、うわーギリ落ちないか。ってことでじゃあ200ミリはワンブ200ミリ砲打ち込みますか。さあこれで撃破ですね、撃破しましたね。さあフェーズチェンジしていきましょう。はい、
反撃不能ですね。さあ上がってくるけどもう関係ないぜ。あとはもうあれですね、あのみんなをアウド村に登場させるだけですね。あと2ターン残ってます。余裕がちょっとあったね。あと1ターン入ってきてるけどまあまあ関係ないね。これね、一応落としとくやめとこうかな。もうそんなところに時間使う必要もないね。さあ間に合いましたね。さあさあさあまだか、乗ってくれ。ーこれで最後だ。さあ発進、クワトル隊、もう時間がありません。前期登場したのだ。はい、よし、アウド村を離陸させろ。さあ離陸。あのハイザックかわいそうだな、完全に取り残されたぞ。核爆発なんていい加減なことを言ってんじゃないのか。小隊長、地震が。うわかわいそう。なんだ、なになになに。さよなら。ああマジかよ、これはちょっとひどいぜ。まさかのジャブロの放棄の仕方がやばいよこれ。ジャブローが消える、間に合ったか。やつがクワトロバージーナ対か。ええ、クワトロ対カラバからの通信です。カラバ、エウゴの支援組織だ。アウド村聞こえるか。ハヤト小林、こちらカラバのハヤト小林だ。これよりそちらを誘導する。カラバが誘導してくれる、ハヤトか。それに返して、なるほど、うん、かつての敵ですからねみんなね。さあクリアですね。よしよし、クリアしましたよ。いやいや、危うい危うい、本当に間に合ってよかったね。クワトロバージーナ、さあ編成していきましょうか。スパイアランはどうだ。来た、バイランカスタム2号機、これだ、こいつだぜ、こいつだ。来た来た、ついにこの機体を手に入れたぞ。さあここからはぐるぐる回るだけですね。バイランカスタムを普通に育てていきましょう。そしてデルタプラスはガンダムデルタカイ、このガンダム知らねえな。さあ生産リスト、このガンダムも強いね、なかなかね、いいですね。よし、これこのまま育てていきたいね。さあリーゼルはどうだ。これかディフェンサーユニット、ゼネラルレベル配備機、こいつはね、こいつにすりゃいいんだね。よしよしよし、来た、揃ったぜ。これで僕の部隊はだいぶ揃ったね。あとはここをナイチンゲールにするだけだ。よし、来ました、ナイチンゲール。さあ完璧だ、これである意味今のところの最強部隊ができたんじゃないか。さあというところで、セーブして終わりましょうか。うん、セーブして終わっていきましょう。いやー、まあ今回ね、この逃げるステージとかこのターン制限があるステージって結構焦るよね。結構苦手なんですよね。あと防衛ステージ苦手ですね、はい本当にそう思います。というわけで今回の動画良かったなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、次回の、GGエンションジェネシスでお会いしましょう。さよなら。